いいですか、はい、いきます、3、2、1、大声でね、記録してるから。重箱とドローンの活用法を、はい、考えたときに、僕はマッピングというものが、さまざまな人に知ってもらうことが大事だなと思いまして、そこで考えたのがドローンを使ったマッピング教室です。具体的にどのようなことをするかというと、自分の住んでいる地域にまずドローンを飛ばしてみて、実際にその地域にどのようなものがあるのかというものを目視で確認した後に、その後に OSM マッピングなどを使って実際にマッピング体験をするというものです。これがレイアウトの画像の絵なんですけど、ちょっと机多く描きすぎたんですけど、一つの机に囲んで、それをプロジェクターなどで映しながら実際にレクチャーしていくというものです。あと10秒、まあ電気はソーラーパネルを使用して、もしも曇りの日とか足りなかった場合はアンカーなどでバッテリーをすることで、まあ、補うことができると思います。はい、1分です。はい、はい、めっちゃ綺麗だから。結局今の図面で実際今日現物を見て一番のギャップというか想定外だったのはサイズの問題だから、まあ、最悪なんか重箱の外に机を置いて、まあ、外側である作業をするっていう形で、はい、はいはい、じゃあどうぞ。はい、はい、次2番目、続々行くぞ、続々ツッコミも入れてもらっていいよ。はい、じゃあ行きます、3、2、1、スタート。私は、あ、名前言ってね、一応、はい、安藤力です。はい、私は移動型セレクトショップを提案します。セレクトショップとは、オーナーが気に入った服を独自コンセプトで販売することです。重箱を用いてセレクトショップをすることで、お店全体をオーナーのコンセプトに沿った、お店の雰囲気や外観に簡単に変更することができると思います。なので より、お店としての統一感を表現することができます。またさまざまな場所で移動販売をすることができるので、固定客以外が入りにくいというセレクトショップを、期間限定のポップアップストアであることを強みに来店していただくハードルが下がると思います。服販売では飲食などと違い、商品など以外に必要な機材が少ないため、商品を多く抱えることができると思います。また在庫管理という経費がかかることをする必要がないので、より店を構えるよりも多くの利益を生み出すことができると思います。ドローンを用いて、宅配販売などをすることによって、より多くの地域に、お客を持つことができると思います。以上で発表終わります。今回図面はなし。いや、図面あれですね、パソコンで持ってきた。なるほど。今あるんですけど、それをノート PC で見せるっていうことはできなかった。いや、ノート PC ここで持ってきて壊れちゃったらちょっと怖いなと思って、ね、そう、いや、ノート PC だから持って、むしろこういう場所で持っていけるのが、まあ、利点な、まあ、タブレットでも何でもいいんだけど、まあ、それがあったら。なので後でその、図面も、デジタルで、わかりました。GitHub の一周に後で放り込むところを用意しておくので、そこにデータを提供してください。はい、じゃあ次。はい、行きます、3、2、1、スタート。はい、高田由紀です。はい、私は、マッピングのされていない途上国で の、 そのドローンと重箱の利用を、提案します。どのようにその重箱とドローンを活用していくかっていうと、まず、ここに太陽光パネルを、まあ、設置して、長期的にその長い間途上国のマッピングをできるように、まあ、自家発電ができるようにしました。あとここに通信機材を置いて、そのリアルタイムでそのドローン撮った画像をその世界中に発信できるようにします。はい、でドローンをマッピング作業に使うことにより、例えば途上国であったら結構治安が悪いところが多いんですけど、その自分で出歩いて写真を撮らずにドローンを遠隔操作することによって、まあ、自身が外に出ないでこのマッピングの作業をすることができます。はい、以上です。はい、ちょうど1分、はい、今日実際リアルに見てその図面と、特に太陽光パネルとか通信機材は今建物外に置くぐらいなことしか伝わらないけど、はい、実際どこに置くと良さそう。いや、でも見た感じもちょっとちっちゃかったんで、重箱が、うん、だからまあマッピングするとなったら外に置いた方がいいな。
外のどこに外の床下に置く感じ床です、ね、床に置く感じ、はい、まあ、途上国なら結構土地も結構あるんで、うんうん、まあ、広げても大丈夫逆に、はい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 、以上です。はい、じゃあ次俺の見たのが1個しかない。お願いします。はい、行きます。3、2、1、スタート。久保田亮雅です。僕は、被災地などでの、ドローンと重箱の、使ったワークスペースについて話したいと思います。僕はこれを、まあ、被災地などで使う時に考えたのは、中のワークスペースとして利用するため、そんな他の機能はつけずシンプルにスクリーンと机と、あとドローンを置くためのさっき出ていた縁側のような場所だけを、利用しようと思いました。なので中からこのドローンが触れるヘリポートを作ったり、重箱にアンテナをつけて中からでも簡単に操作できるってことをイメージして、でマッピングする際はやっぱ映像が必要なので、それをこれはちょっと4人ぐらいで想定したので、4人ぐらいでいる机とスクリーンを前に向けて、その中から全部マップをできるよう、マッピング状況を分かるようにできたらいいなと思って考えました。短いですね。はい、いや、ちょうどいい、はい、実際4人は座れそうだった、今日見てちょっと厳しいかなっていうのと、うん、机をこうやってやるのは無理で、多分バーカウンターみたいな形にしないと作業と一緒にできないのかなって思いました。あとはちょっと電源面的に結構難しいのかなとは、うん、なんかそれこそ被災地だったりするとやっぱしっかりしたバッテリーだけだと足りなくて、どうやって発電するかとか、そういうふうに考えなきゃいけないことはいっぱいあるかなって思いました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次の人。はい、いいです。はい、いきます。3、2、1、スタート。はい、中野大輔です。僕は、この住むってこととか移動するってことを考えたときに、一番贅沢なことは何だろうと思ったときに、やっぱり僕旅先とかで行ってホテルとかでいるっていうのすごく贅沢だと思いますし、あとはなんか人間の喜びってなんだろうなと思った時は、やっぱ不可能なこととかありえないことを起こすっていうのが人間は生きがいの一つなんじゃないかなと思って、そこに関して考えてみました。テーマは、効率的で非現実的で、アクティブな引きこもりになろうというものです。はい、で、あの伊能忠敬みたいに、いやもう地球一周も歩かなくても別にもう今は自分で地図も作れるよっていうのがサブタイトルになってます。はい、ちょっと図面のサイズおかしくなっちゃったんですけど、まあやっぱ引きこもろうと思うんで、基本的にもう真ん中にベッドを置きます。で、両サイドにスクリーンを置いて、こっちのスクリーンには今実際にあの飛んでいる自分のドローンが撮影している映像で、またそのドローンからの映像で、あの周囲に例えば野生の動物の巣があるよとか、近くに人がいるよっていうのを把握してもらいます。で、反対側のスクリーンには、今自分が見てドローンが撮影しているものと真反対の映像、過去に自分が撮影した映像を流すことで、こうありえない2つのものが同じ空間にあるっていう非現実さを再現します。以上です。はい、引きこもりかける10番。はい、はい、はい、引きこもりて、はい、はい、OK です。はい、じゃあ次の人。はい、いきます。3、2、1、スタート。小林幸です。僕が考えたのは、ドローンを使ってマッピングするということで、人があまり入れないようなジャングルのような、人が入るにはちょっと危ないけど、ドローンを飛ばすのには、そういう危ないところも入れるんじゃないかということを目的にドローンを使うということを考えて、でそれをもとに重箱を考えてみました。で、自分が考えた重箱は一時的にそこに住むっていう感じなんで、ずっと住むということではありません。具体的な外観としては、今日見た重箱は屋根が平らだったんですけど、僕が考えたのは、日本の家に多く見られるような斜めになっている屋根 で、その屋根も、ちゃんと窓がかぶさるような長い屋根をつけようかと思ってます。っていうのも、熱帯などの暑い地域で置こうと思っているので、窓は網戸にしようかと思ってます。そうすると雨も多く降ると思うので、屋根を長くして雨対策もしようかと思ってます。また今日の重箱で見たタイヤよりももっと大きなタイヤをつけて、現地の家を真似たような高床式の重箱にしようかと考えました。
以上です。タイヤもカスタマイズ。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ次の人。はい、はい、行きます。3、2、1、スタート。はい、高橋大地です。私が重箱マッピングドローンというテーマのもとで考えた重箱カスタマイズ案はキリスト教重箱です。私は今年青山学院大学に入学して初めてキリスト教に触れ礼拝の大切さを学びました。そこで重箱を教会風にカスタマイズしてさまざまな場所で礼拝を行えたらキリスト教の布教につながるのでいいのではないかと思いました。まあ、具体的に説明するとまず重箱のサイズは最低人が10人ぐらい入れるように設計し中にはオルガンを設置します。次に窓ガラスはステンドグラスを使い壁には防音シートを貼り外からの音を遮断します。これは重箱の中を少しでも神聖な場所に近づけるためです。またドローンは礼拝の宣伝として使います。ドローンにその地域の地図上のデータをもとに人がいそうな場所を入力してそこで飛ばすことで礼拝の時間をいや場所を録音した音声によって流したりドローンの下に大きな QR コードを貼って地上に向けることによって興味を持った人にスマホで読み取ってもらったりします。この重箱を活動することによってキリスト教信者が少ない地域でも一時的であるが礼拝が可能になり信者のコミュニティが広まると思います。したがってキリスト教信者を増やすために重箱をカスタマイズするのが有効であると思います。以上です。はい、ちなみにデザインとしてちょっとそんな大したデザインじゃないですけどステンドグラスと十字架上でステンドグラスが窓のところに入って、はい、あと大きな扉がでバッパカッといくと、はい、オルガンが、はい、最悪ちょっと人が外に行ってもいいかなぐらい、はい、これは現場を見てみてやっぱり中に入んないなっていう若干ちょっとそういうこともあるのかな、はい、しかも今日入ってみて3人までよっていう、はい、あのルールも含めるとやっぱりそんなに、ね、オルガンも入るわけです。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ次、はい、行きます。3、2、1、スタート。小野塚龍斗です。私は重箱の特徴として移動できるという点がありますあってその利点を生かして地震などの災害が起こった時の捜索の拠点としての使用を提案いたします。仕組みとしてはドローンを飛ばしてそのカメラの情報をリアルタイムで重箱の中に設置してあるパソコンだったりでリアルタイムで捜索をしてでその遭難者を見つけた時にそれをすぐに無線機で自衛隊だったりの捜索隊に連絡というか知らせてより効率的に捜索を進めるというものです。ドローンのカメラにサーモセンサーを施すことによって、まあ、森だったり山だったり、捜索が難しいところでも人の体温を感知することによって、捜索ができると思います。またこの方法を使うことによって夜でもそれほど危険を伴うことなく捜索が可能になると思います。以上です。もう捜索現場に横付けするみたいな。そうです。結構自分は考えた時に何か災害が起こった時にそこに持ってくっていうことを考えていたんですけど、まあ、さっきの話とかだと結構持ってくのにコストがかかるっていう話だったのであらかじめ全国にある程度散りばめておくというか各都道府県だったり市町村に置いとくことによってより距離としてももし起こった時にすぐに移動できたりして一気にコストだったりがかかることはなくなるのかなと思いました。実際今の発想の重箱じゃないんだけど仮設トイレでそういう発想の日本全国にどこでも持っていけるトイレを配備してでそのトイレに Wi-Fi とか電源とかを全部込み込みしちゃおうみたいなそういうプロジェクトが実際にあるのでその発想は結構割と現実的なと思います。はい、はい、OK です。はい、じゃあ行きます。3、2、1、スタート。榎本哲也です。重箱でドローンを使ってマッピングというテーマで今回考えたんですけどただドローンを使ってマッピングするだけじゃなくて重箱を使う利点としては重箱は可動式なので
重箱自体でドローンの充電なんかもできて、その行く先々でそこを拠点としてドローン飛ばしてマッピングができるため、あの自宅からわざわざいろんなところに行くよりかは効率がいいなと思いました。それで内装はドローンを飛ばして、その飛ばして戻ってきた画像をすぐに重箱内で処理できるようにスクリーンに出してパソコンなんかも用意するようにしました。で、重箱はまあ移動式とかで結構揺れたりもすると思うので、棚とか机とかはその壁に貼り付けたりしてもう動かないようにしちゃったりするのがいいなと思いました。終わります。実際カスタマイズした部分っていうのは、それはもう前日2泊とか、ソーラーパネルか、はい、キッチンを実際置けそうだった、ちょっと厳しそうですね。いろいろ自分のイメージで描いた絵と今日リアルに見たギャップの部分でちょっと狭いかなって思ったので、キッチンは絶対あいつ住みくそくなるよ今日、重箱内じゃなくて重箱から外に置いてやった方がいいのかなと思います。わかんない、とりあえず紙、はい、はい、はい、じゃあ次の人、はい、行きます。3、2、1、スタート。はい、新海たぎるです。今回のコンセプトとして、中身こんな感じなんですけど、何も入ってないの分かりますかね。なんで何も入ってないかっていうと、なんだろう、秘境とまでも言わないですけど、なんかあんまり人が入っていかないようなとこで、ちょっと豪華なキャンプとして使える、なんか、まあ、そんな感じで使えるものがあったらいいんじゃないかなと。そういうとこから、これですね、何も入ってない重箱なんですけど、ドローンで飛ばしていろいろ入っていく。で、この中で、あ、ちょっと俺書くの忘れちゃったんですけど、ここで映し出されたモニターとかを、床何もないじゃないですか、だから床に映せると思うんですね。だからそこで映して、なんかその、分かりやすくやっていったら、なんか上手い感じにマッピングが進んでいくのではないかと思います。このために必要なプロジェクター、どういう技術でそれを床に投影可能？なんか、ありません今、なんか大江戸温泉とかこの前行ったんですけど、すごいなんか大江戸温泉のあれに、なんかバーってなんかすごいプロジェクターマッピングっていうんですか、それを投影してる感じ、それとも実際に LED なり、その液晶なり何でもいいんだけど、あ、いや、投影してる感じです、床に投影してる感じでやったらいいのではないかと。その、まあ、具体的にそれをどういう風に配置するかみたいなことまでは、ちょっと分かんないですね。画面、多分、まあ、今のでこうもうちょっと付け加えるんであれば、じゃあそこの重箱の中に床全部に投影するために必要なプロジェクターって何台必要か。1台じゃ無理で、人が立つと影ができちゃうから、その影を打ち消すように複数台のプロジェクターが必要なんだけど、まあ、そういう配置とかを考えるともうちょい具体的にいいとか、でもまあそういう発想はありかな。はい、はい、じゃあ次、はい、じゃあ行きます。3、2、1、スタート。赤羽駅です。自分が今回のテーマで考えたのは、ドローンを使う利点としてはやっぱり人間が入りづらいところなどに行けるという点なので、例えば紛争地域とか災害地域とかにドローンを飛ばして、そこでマッピングをすると、まあ、そうした時に、被災者っていうか怪我人とかが見つかった場合などを考えると、やっぱりベッドとかがあると相当邪魔になってしまうので、まあ、必要ならば机と椅子とあと寝袋と医療器具くらいにすることによって、まあ複数に見つかった場合にでも対処できるかなと。あとまあソーラーパネルとかつけることによってドローンの充電を可能にすると、行く先々でドローンが飛ばなくならないようにするっていうことを考えております。以上です。もうちょっとしっかり見せる。もは全然な自信なさげに。もは全然思ってたのと違うかも。ちょっとイメージが変わって、描いた頃とちょっと変わってきたっていう。今日見て、はいはい、実際あとじゃあもう一個だけ、はい、実際リアルに重箱見てどの辺を変えたらもっと現実的になるかなっていうか、リアルなものを見た後の考えの変わり方として、なんか自分で変わったことを
クリアよ。夢は語れるじゃん、みんな好き勝手に。その夢をちょっとでも現実化するときに、やっぱりリアルなものを見ると、あ、これは結構もうできそうとか、これやっぱりちょっとハードル高そうだなみたいな、そこの差が見えてきたと思うんだよ。重箱だけで動ければいいかなって。ああ、やっぱり引っ張らないといけない現実を見せつけられたって感じ。そうですね。なるほど。そうだから、そこのね、そうノウハウというか運用方法を考えないと運用しにくいっていう。そうですね。その通りです。はい、OK です。はい、じゃあ次、まあ、3、2、1、スタート。沢村ゆうきです。今回は実際災害が起きた時に現実的にある程度長期間生活ができるような住宅について考えました。で、必要最低限なものとしてベッド、トイレ、キッチンが必要かなと思って入れたんですけど、実際今日見てみて、理想としてはキッチン、トイレは別のもう一個住宅があったら、まあ、理想かなと思いました。で、そしてここのヘリポートがつながっていて、外で何かあったとしてもすぐにドローンを取り出せるようになっています。で、プロジェクターをここにつけていて、ドローンからの映像をリアルタイムでプロジェクターを使って確認できるようにしています。そしてベッドが折りたたみ式にしていて、重箱狭いんで、少しでも畳んでくことで 2,3 人ぐらいだったら同時に作業できるようになるのかなと思いました。それで、窓をベッドの近くに置いておくことで、災害時にもし何かあった時に脱出できるようにして、あと太陽光のパネルを取り付けて、災害時とかのエネルギーが足りない時にもある程度の活動ができるようになればなと思いました。終わります。まあ、もうトイレとかもいそうだなって思った、まあ、現実だと思うんだけど、重箱、トイレ用の重箱はやっぱりあった方がいい気がする。どう？そこは誰も多分今回トイレに言及してなかったと思うんだけど、実際自分でやっぱりこういう施設の横に設置して、その施設のトイレを借りる方法と、あとは重箱じゃない何か簡易的な、よくイベントとかにあるような簡易的なトイレを横に置くか、もしくはもう自然の環境で自由にやるか、それとも重箱を、同じ重箱だけどトイレ用の重箱と生活用の重箱と分けて使うみたいな、まあ贅沢で、ある意味贅沢だけど、理想としてはそのトイレ用の重箱を作った方が、なんかやってる人とか的にも安全だと思うんですけど、まあ費用的に考えても野外だったらまあそのままみたいな感じになるのかなと現実的に思いました。トイレ重箱デザインのトイレってあったらいい気はするし、ただここみたいにね、 3つ重箱があって、でもう1個4つ目にトイレとして使える重箱があったりすると、あれ、それを配置しても全体的なデザインって崩れない気がしたりするけど、なんか複数の重箱が集まってるところにはトイレ用の重箱とか、すごく特化した重箱ってものがあってもいいかなっていうのは今ちょっと話を聞いた。うん、はい、OK です。はい。これで、はい、最後です。最後、はい。三二一スタート。はい、重本流星です。僕が考えたのは、ドローンを活用して急病人を救急車が来るまでに応急手当をするという考えました。詳しく言うと、救急車が来るまでに応急手当できなくて死んでしまう人って結構いるんですね。だからその人たちの死亡率を低くするために、例えば急病人が出て救急車に119で電話したと。そしたらその町に置いてある重箱に電話した場所の位置情報が送られて、そこにドローンを飛ばします。で、ドローンがそこについて、患者さんをドローンについてるセンサーとかでスキャンして、例えばどっから出血してるとか心臓が止まってるとか、そういった人たちのために、ドローンに AED や、包帯などを積んで、その音声で、近くの人に、
やり方を説明します。そうですね。あとアプリとか制作することで、電話だけじゃなくて普通にアプリでここ来てほしいみたいなドローンに情報を送って近くの重箱からドローンをその自分の怪我したところに来させるっていう考えもあります。以上です。それは自分用 その地域用の、もう完璧地域っていうか地域ですね。救急車のような消防車だから救急車とかだから国とも連携して救急車と連携して、うん、そのしかもドローンでスキャンするじゃないですか。そしたらそのスキャンした情報を向かってくる救急車にデータとして送って、そしたらその救急車の中でこの人今こういう状態だからどういうふうに治療したらいいかをその車で向かってくる間に考えられるんで、そのどういうふうな手当てができるかを未来で確かめられる。でもちゃんとした情報として、横須賀消防署が土壌箱を買うような感じ。そうですね、カスタマイズしたみたいな。そうですね、そんな感じです。はい、以上です。はい、よし、これで全員終わった。 OK。